はい、皆さんこんにちは、佐賀健でございます。1時を回りましたね。8月の3日水曜日になりました。5番始まってます。日経平均はプラス 121.41、 ちょっと緩みましたか。ドル円 132.56 と、こっちも緩みましたね。香港ハンセン、あ、ちょっと戻してきましたよ。プラス120、まあでもね、まだ弱いかな。あとは特に変わりなしですね。原油先物 94.06、 注目、ドルウォン1310、やっぱちょっと無理がきましたね。でもこれ今日はもっと下がると思いますけど、私は。さて、ペロシさんがですね、台湾に訪問してまして、今頃蔡英文さんとランチをしながらですね、民主主義について話し合っておられると思うんですよね。困ったもんですね、あの向こうの国もとか言いながら。それに対してですね、中国はですね、カンカンに怒ってるわけですね。カンカンに怒ってるけども手は出せない。手出したらアメリカにボコボコにやられると。だからどうしようかなっていうことで出てきているのが経済制裁ですね。経済制裁って言うても、要は、まあなんていうか制裁になるのかどうか知りませんけどね。ロイターです。ロイターにこんな記事が出ていまして、これはですね、今日の10時59分と言いますか、今から約2時間前ですね、1分で読むと書いてあります。中国台湾産柑橘類と一部水産物の輸入停止、砂輸出もと。中国関税当局は3日から台湾産の柑橘類や一部水産物の輸入を停止すると発表した。珍しいですね。普通はね、黙ってね、関税手続きを遅らせたりするんですよ。でもその発表せざるを得ないんでしょうね。発表しないとですね、経済制裁をしているということになりませんからね。また商務省は同日から台湾への天然砂ですね、の輸出を停止すると発表した。2日夜からペロシ下院議長が台湾を訪問しており、緊張感が高まっている。はい、これだけの記事です。つまりとりあえず台湾が困りそうなことをやってみたというだけのことなんです。台湾には TSMC という半導体の世界一のメーカーがございまして、これが中国にも工場を持っているわけですね。でそこを営業停止するとかって、そういうことはしない。そういうことはしない。とりあえずそれをするとね、それをすると中国が困るわけですよ。じゃあ TSMC が中国から手引くって、やっと引き上げるというか、まあ、全部の本ですね、事業を撤退すると。そんなことになりますと困るのは中国なんですね。だからてめえらが痛むことはしないけども、どうでもええ。柑橘類って言えばみかんでしょ。みかんとかレモンとか、ああいうものを輸入停止にすると。確かにね、台湾のそういう業者さん困ると思います。今まで中国への輸出分を当てにして生産をしてきたわけであって。でそれが輸出できないとなると困るでしょうね。で砂の輸出、天然砂とか言ってますけど、まあ砂ってね、コンクリートに使ったりするわけです。まあいろいろな用途があるんです。でそれは台湾にはちょっと少ないんでしょう。台湾ってビーチが少ない島ですからね。でそれの輸出を停止したら建設現場でちょっと困るやろうと。そんなんで、じゃあ日本が買うてあげましょうよ、柑橘類ね。台湾から中国輸出できない柑橘類は日本は抱えましょう。で砂が足りないというんだったら、まあ日本はそう砂を輸出してないと思いますけど、他のアジアの国から買うたらええやん。全くしょうもない、いつも通り、中国の大人げないしょうもない、ですね、経済的な嫌がらせですね。そんなんは跳ね返しましょう。ピピーンと跳ね返しましょう。あ、そうですかって言って、で TSMC もね、もう中国から手引きましょうよ。
台湾で生産したらいいし、日本でも生産しましょうよ。日本だって今そんなにね、国際的に見て賃金が高くないわけですよ。日本の工場もね、今政府の補助金を得て、大分やったかな、どっかで作ってますよね。頭かい、ね、どんどん作りましょうよ。確かにね、日本はね、中国や台湾に比べたら多少賃金高いかもしれませんけども、日本の労働者でよう働きますからね。しかも正確な作業をするわけであって、トータル的に考えたらそんなにコストは変わらないはずです。で、日本で工場を作って、完成品を中国に輸出したらいいんですよ。完成品を輸出してるとね、分かった、ほんだら売ったらへんってできるわけですよ。それができるわけですよ。でも中国で作ってるとですね、そういうわけにいかんわけですね。だからそういうね、アセットを持っていくという、ああいう国にアセットを持っていくというのはですね、極力避けるべきであって、取引はね、しゃあない。あれだけの経済大国ですから、物をこう売るというのはですね、やればいいわけですよ。ただし十分なギャランティーというか、保証のもとにきちんと代金をもらえるというですね、ギャランティーを確立した上で物を売ればいいわけです。で、あそこの国に工場を作るとか、それはやめた方がいい。いざとなったらもう首根っこギュッと押さえられますから、まだ売ってあげるよというスタンスであれば、いつでも売ってあげないよと言えるわけですね。そこをね、考えましょうね。もう中国という国は共産党が支配する国なんです。共産党というのはろくなもんではないんですよ。歴史上共産党が人類の福利に貢献したことはまずないです。もう血みどろの歴史、で人権侵害の連続でして、共産主義というものがですね、見栄えはいいんですけどもですね、あれは人類にとっては最悪以外何者でもないんです。でその共産党が支配しているのは中国であってですね、そこに投資をするなんていうのはとんでもない話であって、いつ何がどうなるかわからないわけだって、まあ多分ね、あと1000年ぐらい経って世界史の授業をやってる時に、人類に一番の厄災をもたらしたのは多分キリスト教でありイスラム教であるんですけど、その後はですね、共産主義だと思います。どうでしょうね、トータルでその犠牲になった人間っていうのは変わらないんではないでしょうかね。なんで、とりあえずそういうね、人類に厄災をもたらし続けている共産主義というものが支配する国、と余計なコミットメントはすべきではないし、関わりもすべきではないと思いますね。で台湾がいい例ですね、こうやって柑橘類の輸入でして、しかししょうもないですね。しょうもない。半導体の輸入停止とか言えんのかお前らっていう世界ですね。しょうもない。砂売ったらへんと。砂なんかどっかでも買えるアホみたいな。こういうことしかできないんですよ。あ、それが中国共産党というものの正体なんです。付き合うに値しないですね。中国のですね、昔々の偉い孔子さんという人が言うてるんです。論語の中で言ってます。己にしかざる者を友とするなかれ、自分よりも大したことない人間を友としたらあかんと。その今のこのね、みかんこたらへん、砂打ったらへんとか、ね、まさに己にしかざる者と言うべきではないですかね。それを自ら実践してるわけであって、こういう連中と付き合ってもですね、国として何にもいいことない。むしろもうぜぜひひの関係であるわけであって、確かにね、経済大国でね、物を売ればね、買うてくれるんであればね、それはそれでええやんと。純粋なビジネスの相手としてなら付き合えるけども、深いコミットメントというのは圧倒的絶対的に下げた方がいいと。こういうしょうもないことを仕掛けてくる人間でも、これがね、これをやってることがものすごいかっこ悪いことというのを彼らは全く気がついてないっていうか、現場の人は気がついているかもしれないけども、それをこう了承している上層部の人間とは気がついていないわけですよ。そういう低レベルな人々が支配しているのが今の中華人民共和国であり中国共産党であるわけなんです。
もうこんな連中とね、こう真面目に付き合っててもですね、いいことは何もないわけだって、早々にぜいぜいひいひいでですね、お付き合いをするようにですね、体制を変えるべきであるとまあそのためには日本であればですね、キッシャンは林芳正という外務大臣をの首をすげ替えるべきでしょうね。でも彼はそれを分かっていない。この件についてですね、キッシャンアホやでという話はもう一つやりたいと思います。はい、皆さんどうもありがとうございました。